では上映します。そうか、この中で初めて見るの僕だけか。とくとご覧あれ。制作総指揮半田君による、半田君フォーエバー。フォーエバー、ダサク衆と黒歴史衆がすごい。半田君。はーい。レオピピ、下手すぎか。半田君の歯は半紙の歯。オープニングも作ったの？作詞はニセ君だよ。ああ、そう。ほーら、 A パート最初の盛り上がり、ハンダが地球に降り立つシーンだよ。ハンダ君地球人じゃないんだ。地球に来たハンダ君は心優しいハンダ君に拾われる。拾われるって、猫じゃないんだから。地球の重力により立ち上がることもできなかったハンダ君ですが、そこは設定ちゃんとしてるんだ。ハンダ君の献身的なサポートにより今はこんな感じです。絵が壊滅的に下手すぎてどんな感じかわからない。ねえ、ダメだよこんなんじゃ全然伝わらないよ。これレオ君が描いたの？いや、俺はキャラデザをしただけ。あとはこれを元に美少女クラブが描いたんだ。キャラデザに誰も文句言わなかったの？彼らすごい再現力とプロ意識だな。静かに、もうすぐ半田君が立ち上がるシーンだよ。もはやただのグロ映像なんだけど。半田と申します。というかこの声もニセ君？そうだよ。似てるのは似てるけど、こんな棒読みな人出しちゃダメだって。そこはあえて生々しい声を目指したというか。ダメダメ、全然キャラに感情移入できないよ。もっとやっさんみたいな声じゃないと。ニセ君みたいな素人じゃ話にならないよ。声とキャスティングは大事だよ。そこんとこちゃんとしないと。僕に任せて。お前は見てるだけのくせに文句ばっか言いやがって。原作者かよ。アニメ作るって大変なんだぞ。好き勝手にイメージが違うとか言いやがって。原作者かよ。こっちは楽しんでもらうためにみんなですから、合わせて考えてんじゃ何様だよ。原作者かよ。アニメの話し合いってすげえんだからな。振り付くんだからな。原作者。